おじか空港は長崎県北松浦郡おじか町のおじか島にある地方管理空港である。定期便は運航されていない。海岸に沿って一部を埋め立てて作られた空港で1985年12月に開港。同種の空港としては比較的安価な建設費で作られた空港である。完成業務は福岡空港から遠隔で行われているリモート空港である。 オリエンタルエアブリッジが BN-2 アイランダーにて福岡空港と長崎空港に就航していたが、船便との競合もあって、福岡空港便が2004年3月、長崎空港便が2006年3月をもって休止となった後、定期便の就航はなくなっている。ただし、現在も職員を配置し、自家用飛行機の受け入れや、 救急患者のヘリコプター移送のために運用されている。2006年8月以降、長崎県と関係自治体により存続、廃止の議論が行われている。廃止し、跡地を有効利用する案や、滑走路を維持し災害時のライフラインとして活用する案などがある。2005年度着陸回数、677回、乗降客数、 3104人2018年度、着陸回数、139回乗降客数、022AB、小鹿空港、関内空港の現況と、鉄先機関、国土交通省大阪航空局、2014年2月26日閲覧、歴年、年度別空港管理状況調所国土交通省、オリジナルの2013年11月1日時点における、アーカイブ、 https://web.archive.org/web/20131101092822/http://www.mlit.go.jp//comon/001012970.pdf2014 m 年2月26日日閲覧航空空港管理状況国土交通省 www.mlit.go.jp 2020年5月23日閲覧ありがとうございます。